シアトルのオフィスでナポレオンヒルはアメリカ合衆国の著作家。成功哲学の提唱者の第一人者の一人であり、頭を使って豊かになれの著者。思考が現実に影響を与えるというニューソート思想のビジネスへの応用、自己啓発思想とビジネスの世界の神話の重要な起点になっており、思考は現実化するは現在でも、 自己啓発本の原点の一つとして人気が高い。この点、米国のセールスマーケティングの専門家として名高いダン・エス・ケネディは、その著書、富裕層マーケティングの勝ち組と負け組の本棚で、米国の大部分の富裕層の本棚には、思考は現実化するの本がある、旨を指摘する。近年、広く知られている通り、 米国における貧富の格差の拡大などから、上記の通りナポレオンヒルは富裕層に人気があるなどとして、富裕層とは相入れない政治的イデオロギーの人々から、また自己啓発に拒否反応を示す人々から、以下の通り屋表に立つことが多くなってきた。バージニア州南西部のワイズ軍で生まれる。公式には三代続く文網で貧しい家庭だったとされるが、祖父は印刷業。 父は、司会だったようである。9歳の時に、母が死去。辞伝によると、1908年、新聞記者として、世界の鉄鋼王、アンドリュー・カーネギーにインタビューをしたことをきっかけに、20年間無償で500名以上の成功者の研究をして、成功哲学を体系化してくれないかと頼まれ、昼は、やらせてくださいと即答。それから20年かけて、 約束通り1928年に頭を使って豊かになれを執筆した。生活のためにシカゴのザラ、サールエクステンションにユニバーシティで広告を教え、ベッツイーロスキャンディーカンパニーを共同で起業したが、パートナーと喧嘩しうまくいかなかった。起業を繰り返したが、長年経済的に成功せず、うつ病と孤独に苦しんだ。彼は成功哲学を増やし続け、お金が入ったら、 世界最初の大規模な成功のための学校を作ろうと考えていたが、浪費して実現しなかった。2から3度結婚していたことが知られているが、ギズモードのブロガー、マットノバークによると、少なくとも5度結婚している。1937年に経済状況が上向きになり、デール・カーネギーの本のようなセリフヘルプ入門のスタイルに戻った。 セクシーな若い美女のローザリー・ビランドと結婚し、彼女の編集に助けられ、シンク・アンド・グロー・リッチを出版。この本は50年で2000万部売ったと主張されているが、実際はもっと少ないと考えられている。ニューヨーク・タイムズのリチャード・リンマンは、この本のカーネギーのアドバイスやインタビューの概要は、成功本の典型的な内容であまりオリジナルではないと述べている。1940年に、 ローザと離婚。結婚時まだ貧乏だった頃の取り決めにより、シンクグロー、リッチの莫大な印税は、ローザのものになった。印税を受け取ることはできなくなったが、しばらくの間、彼の教えの支持者で裕福な保険会社のオーナー W クレメントストーンの講演を受けていた。企業に、労働組合員の労働問題のアドバイスを行い、別の女性と結婚した。 1967年の平和な心で豊かになれ。では、見えない不思議な存在。彼の友であり、守護者である昇天したマスターやスピリットガイドが存在し、その導きを受けていると主張した。1970年に87歳で死去。尾崎俊介、アメリカにおける自己啓発本の系譜、外国語研究第49巻。 愛知教育大学外国語外国文学研究会2016年67から84ページネイド1200億573万612加藤 2015P142ABCDEFGHI リンマンリチャード How to lose friends and alienate people ニューヨークタイムズ https www.nietimes.com 1995-08-13-BOOKS How to Lose Friends and Alienate People HTML Page 1 TED Equal All 2018年1月22日閲覧 ABCD のバーク MAT The Untold Story of Napoleon Hill The Greatest Self Help Scammer of All Time Gizmode https, p a l e o f u t u r e g i z m o d o c o m the untold story of Napoleon Hill, the greatest self he-17 億8938万5645発 MRT, JM, the story of Napoleon Hill.success, 2018年1月22日閲覧 .A 21st century Christian Review of ナポレオンヒル S シンクグローリッチパート2ハットストーリーズオブピープルフーハブメットザアセンデットマスターズ思考は現実化する5ページフォーブスオンシンクグローリッチイットハズソールドモアザン70ミリオンコピスシンスイッツパブリケーションイン1937アンドコンティニューズツーセルローバストリートデーありがとうございます